はい、皆さん、こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの中里です。今日は NGS の話をします。NGS の解析、今日はデータベースの検索ですけれども、解析をしっかりやろうとすると、プログラミングの知識がいるので、なんか黒い画面を立ち上げて、コマンドっていうんですけど、いわゆる呪文ですね。打たなきゃいけなくて、なかなかハードルが 高いっていうような、話もちらほら聞くんですけど、私も昔は遺伝子の実験をしていて、いわゆるウェットですね、をやっていて、私の場合は実験に挫折をして、一回就職をしてるんですけど、その時に、覚えました。言いたいことはですね、こんな私でも、ちゃんとプログラミングを覚えて、今ここで喋れるようになってたりするので、皆さん、気軽にというか、とりあえず始めてみるっていうところからやっていただければと思います。で、今日はですね、NGS のデータの検索なんですけど、まず資料ですが、ここですね、バイオサイエンス BBC.jp のうんぬんかんぬんのこの AJAX83 という、ここから たどって、今日の PDF は、取ることができます。今日は簡単なところからスタートしようと思うんですけども、まず NGS とはということで、NGS は日本語で言うと次世代シーケンサーとか、新型シーケンサーの略です。で、英語だとニュージェネレーションシーケンシングとかネクストジェネレーションシーケンシングとかいうのの頭を取って、NGS というふうに、言っています。でもこの NGS 出てきて10年ぐらい経ってですね、最近は他にもう次世代とか新型じゃないだろうっていうふうに、私もこの NGS 界隈で論文書いたりすると言われたりするんですけど、ちょっと仕方なくて、この辺の半分雑談なんですけど、私、昆虫採集趣味なんですけど、新しい昆虫採集案内っていう本があるんですよ。で、これ私が生まれる前に出版されてるんですけど、でもこれより新しい本って出てないので、これが一番新しい昆虫採集案内なんですよ。でもうちょっと分かりやすい例で言うと、新大阪っていう駅があって、当然大阪っていう駅もあるんですけど、新幹線できるというので、新大阪っていう駅が1964年に、できたんですよ。で、たまたまこの今2007年の写真が載ってますけど、2007年現在も新大阪だし、新大阪より新しい大阪はないので、第二新大阪とか第三新大阪とかなくて、ずっといつまでも新大阪なんですよ。それと同じでですね、次世代シーケンサーとか新型シーケンサーも今でも次世代とか新型って、言ってるんですけど、論文とかで書くときは、最初にその NGS は何ぞやっていうのを書かないといけないので、例えばネクストジェネレーションシーケンシング NGS で、例えば、オルソーノーンとか書いて、で、マッシブリパラレル DNA シーケンシングで、その後マッシブリパラレル DNA シーケンシングで、オルソー、ネクストジェネレーションシーケンシング括弧 NGS でも、あとは全部 NGS で通すとか、ハイスループット DNA シーケンシングとか書いて、で、略語としては NGS を使いますねと言って、その後、NGS で通すみたいな、感じの書き方をしています。このハイスループットもマッシブリパラレルもニューとかネクストと同じぐらい、なんていうんですかね、その程度の問題だと思うんですけど、マッシブリパラレルとかハイスループットって書くと許してくれるので、今はそういうふうに、私の場合は、書いています。で、その次世代とか新型っていうお話をしたんですけど、何が次世代かって言いますとですね、ここにDNA 配列を読み取る、シーケンサーですね、の、3つの方式が、書かれていて、私が学生してた時、2000年ぐらいですか、は、私も遺伝子クローニングの部屋だったので、盛んにシーケンサーにかけてたんですけど、この電気移動式っていう、2枚のガラス板で、寒天ですね、挟んで、アガを挟んで、で、DNA をこうアプライして、で、2000ボルトぐらい電気をかけて、で、こういうラダーですね。こういう
黒いのが出るので、まあ、この場合だったら下から、下から読んでいくので C、G、A、G、A、T、A、T、A、T っていう感じで、まあ、読み取っていくっていう、連携動式っていうのを、まあ、用いていました。で、これがまあ大体1レーンで750ベースぐらい読めて、で、全部で48レーンのその ATGC4 つあるから読んで終わって、大体一度に9000ベースぐらい、まあ、決定できたわけですね。で、2000年ぐらいというと、マウスとか人のゲノムもちょうど読まれる時で、それはキャピラリ式っていうまた別の方式なんですけど、このガラス管があってですね、同じようにその DNA をそこで流して、で、やっぱりレーザーを当てて、この波形で読み取るという方式ですけれども、これは1回500ベースぐらいで、だいたい96レーンあるので、1実験で48キロベースぐらい読めるというような方式になっています。で、で3番目が、まあ、NGS で、NGS って一言で言っても、なんかその世代がいくつかあって、まあ、やり方がいくつかあるんですけれども、まあ、一般的な、イメージで言うと、まあ、こういう感じの絵が描いてあって、まずこうガラスの板があって、そこに DNA が植わっています。で、1塩基ずつ反応させて、伸ばして、まあ、伸ばしてその反応させて、まあ、その相補差ですか、をまあ増やしていくと思ってください。で、1塩基、反応が進むごとに、まあ、なんか、ついた塩基に従って、まあ、なんか、光り方が変わると思えばよくて、で、それを1塩基伸ばすごとに1枚ずつ写真をパシャッパシャッパシャッと撮ってるっていうようなイメージです。で、そうすると、1つの点を見ていると、T の光り方したなとか、G の光り方したなとか、C の光り方をしたなっていうのがわかるので、1つの点を見ると、その T、G、C、T っていうふうに、塩基の配列が読み取れるようになっています。で、そういうふうに植わっているのが、例えば300万とか、まあ、この場合だと2500万の例ですか、書かれているので、そのあたりが並列と呼ばれているゆえんで、まあ、全体で言うと、まあ、2×300 ベースの並列度が2500万で、だいたい一度に15ギガっていう、いつもこれ、どのくらいの、比率か忘れるんですけど、まあ、かなり、多く読み取れるということで、まあ、そのあたりが、次世代というふうに、呼ばれるゆえんになっています。で、NGS というのは、遺伝子、まあ、DNA 配列ですね、を読み取る、まあ、機械の名前なので、どういう目的で、NGS を書けるかっていう、まあ、いくつか目的が、あったりします。端的にはゲノムを読むとか、遺伝子発現を調べるとか、SNP解析をしたいとか、あとはまあ土壌とか水のサンプルからメタゲノム解析をしたいとか、まあ、いろいろ目的があります。で、目的によって必要な塩基数っていうのがまあ違います。まあ、例えばそのメタゲノムとかだったら、まあ、中が微生物なので、まあ、微生物はゲノムサイズ小さいですから、まあ、少しの総塩基数で済むっていうふうに思っていただければよくて、で、ゲノムを決めたいときは、まあ、例えば人だったら3ギガぐらいあるので、3ギガ分の、さらにその、一度だけじゃなくて何度も読んで、エラーとか、飛んで繋がってないところをこうカバーしないといけないので、かなり、増えて、まあ、この場合だったら、人ゲノムのリシーケンスとかだったら90か150ギガとか、発現解析の RNA-seq だったら5ギガとか、まあ、微生物ゲノムを決めたい場合はまあ150メガ、ベースぐらい必要ですとか、そういうものが、まあ、これちょっと昔の本なんですけど、まあ、こういう表がありまして、まあ、目的によって必要な塩基数、まあ、リード数ですね、が違いますよというような、図になっています。で、また目的によってですね、使う機械ですね。シーケンサーも違っていて、これ横がリード長ですね。一つの DNA 差の長さがどのくらい長いか。で、縦の方がリード数、並列度ですね。になってるんですけど、
まあ、例えばその微生物とか決めたい場合はマイセクとかでよくて、リード数も短めでいいし、リードの長さも短めでいいし、その並列度も少なくていいですよと。で、まあ、同じイルミナでも、ハイセックとか、まあ、今、ノバセックっていう機械がありますけど、こういうものは、リード値はまあ短めで、例えば300ベースぐらいとか、100ベース、300ベースとかですけれども、この並列度が、高くて、数百万、数千万かな、くらいの並列度でもって、まあ、データを取るっていうふうになっています。で、そうするとですね、繰り返し配列とかがあって、イルミナだと、その繰り返しが多すぎて、このイルミナの長さだとカバーできないっていう場合があるので、パックバイオとか、あとオックスフォードナノプア、まあミナヨンですね、が、みたいなこういう長さの長いもの、例えば前のパックバイオだと8000ベースぐらいですけど、まあ、1桁ぐらい長さが長い、DNS が、取れるような機械も出てきて、まあ、その場合は、この並列度が低いわけですけど、まあ、例えば、このイルミナのデータでリード数を稼いで、並列度を稼いで、で、イルミナとかでカバーできないところは、まあ、パックバイオの長いところで埋めるとか、まあ、逆にそのパックで長々読んだところを、イルミナでエラーを補正するとか。そういう組み合わせた、使い方も最近はなされるようになっています。NGS のデータって、まあ、その出てきたデータをジグソーパズルして、それをまあつなぎ合わせて、まあ、その後の解析に持っていくので、まあ、こっちはピースが小さくってピース数が多いということですね。で、こっちはピースが大きくてピース数が少ないっていうような、まあ、データのイメージになっております。で、今日はまあデータベースなので、データベースの話をしないといけないわけですけれども、まあ、生命科学系のデータベースというと、もう二大巨頭があって、ブラストっていうのとパブメドっていうのがあります。このなんか、右下の青く書かれているのがブラストですね。この左側の、ものが、パブメドになりますけれども、ものは何かっていうと、この塩基配列をですね、研究者が、まあ私もやってました、学生時代やってましたけど、クローニングってやって、まあ遺伝子配列を決定して、それを NCBI とか、日本だと DDBJ っていうところが、三島の遺伝系の中にありますけど、そこに登録をします。で、その登録された塩基を検索するっていうシステムが BLAST っていうものになります。で、同様に、まあ、なんか論文を書きました。で、論文を書くと、まあ、これは雑誌社の出版社の方がやってくれるんですけど、NCBI の方に登録されて、メドラインっていうデータベースに入ります。で、それを検索するのがパブメドっていう検索エンジンになります。なので、塩基配列を検索するのがブラストで、論文を検索するのがパブメドっていうシステムですね。で、同様に、NGS で実験をします。で、実験をしたらば、それをデータベースとして、まあ、登録をします。で、それをまあ検索するシステムもあります。で、今日はこの辺の話がです。どういうのがあるのかっていうところを、まあ、ちょっとお話もしたいんですけど、今もここに書かれてますけど、NGS を登録するデータベースの名前は、SRA って言います。シーケンスリードアーカイブで SRA です。で、ちょっと昔からこの辺をやってる方はですね、このまあ同じ SRA っていうものだったんですけど、この展開系っていうんですか、まあ、違って、ショートリードアーカイブの略で SRA だって、思ってる方はちょっと、若干昔の方ですね。先ほど言ったようにパックバイオみたいな長いリードが入るようになったので、もうショートじゃないだろうということで、この S だけ残してシーケンスリードアーカイブの略で SRA というふうになっています。で、このデータベースが SRA で、検索するところが、まあ、そのサーチの部分があるんですけれども、3つあります。3つありますっていうのは、
普通のその、ジェンバークですか？こっちで言うと、演技配列ですね。演技配列の登録も今、ジェンバンク、エンブル、DDBJ って書いてありますけど、世界的なそのセンターって言うんですかね。3箇所でデータを集めていて、アメリカの NCBI っていうところと、ヨーロッパの EBI と、あと日本の遺伝源の中の DDBJ っていうところが演技配列などを集めています。で、これの、集合体とか、組織を INSDC って言うんですけど、とりあえず、例えば NCBI に登録されたものをが、ここで交換し合っているので、NCBI に登録されたものも DDBJ で検索できたり、逆に僕らは日本にいるので、DDBJ に登録したものが、例えば NCBI とかヨーロッパの EBI で、検索できるっていうような、仕組みになっています。なので、僕らはその、こういうライフサイエンス系のいわゆるシーケンスのデータを検索したりするときは、NCBI にお世話になって、つい NCBI に行きがちなのですが、同様のデータベースは NCBI 以外にヨーロッパの EBI も DDBJ、日本の DDBJ にもあって、それぞれの一長一短をこれからちょっと述べたいと思います。で、ちなみに私が所属をしているのはこの DBC ですというところで、この DDBJ と親組織の情報システム研究機構ってロイスっていうところは一緒なんですけれども、この DDBJ はデータを集めるのが仕事で、僕らはそれを使ってもらうっていうのが仕事なので、例えば検索エンジンを作るお手伝いをしたりとか、今日このように使ってもらう講習会などを開いて、こういうデータの普及とか活用のところをやっているという感じになっています。今、その NGS のデータがどのくらい登録されてるのかっていうと、これ NCBI のところに、ここのアドレスに行くと飛べるんですけど、こういうふうになってまして、全体で言うと、この40、44ペタかな。だから 4.4K ベース。K っていうのは兆の上ですよね。このくらいの数字がたくさん並んだ、部分の、これ塩基数ですけども、登録がされています。で、今これ上にトータルと書いてあって、下にオープンアクセスっていうふうに、書いてあります。これ何が違うかっていうと、人の、先にこっちも来てもらおうかな。コントロールドアクセスといって、個人を特定される可能性のある、そうですね、個人を特定される可能性のある遺伝学的なデータと表現上系情報保存子っていうのがあるんですけども、よいしょ。そういうコントロールドアクセスのところを抜いたものが下のオープンアクセスで、誰でも、誰かに断りを入れることなく、自由にダウンロードできて、解析もできるっていうのがこのオープンアクセスの部分ですけれども、それでも、1.7K ベースかな。17ベタベースっていう、11、2、3、4、これで15桁ですね。17桁分の数字があるくらいの、かなりの塩基数があるということが、分かっています。登録があって、僕らはこれを自由に使えるわけですね。で、こういう講習会があるたびに、このグラフをまたここの NCBA から取り直して、アップデートしてるんですけど、数ヶ月で1ペタバイトぐらい、ここの上から2番目の数字が変わるぐらいガンガン伸びていて、これよく見ると、こっちが縦軸の方がたやすいになっていて、だんだんなだらかになってるように見えるんですけど、ここたやすいなので、どん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 桁が増えているという感じです。で、この逆にコントロールアクセスの方はどうなっているのかというと、日本だと JGA、ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブっていう、仕組みは一緒なんだけれども、利用に関して申請のいるっていうようなデータベースができていて、
データ自体はこの DDBJ で蓄積されているのですけれども、この、利用許諾のあたりとか、あと登録のところは、今日の講習会の主催でもある JST の、NBDAC というところで、受け付けていて、この NBDAC 人データベースというところで、どんなのがあるのかとか、登録はこちらとか、そういうところが、書かれているようになっております。というのが、データベースの概略で、で実際にその検索するあたりっていうのを、見ていきたいのですけれども、ちょっといろいろ戻りますが、先ほどお示ししたように、NGS の検索エンジンは3箇所あります。NCBI のやつと、ABI のものと、DDBJ のものが3つあります。で、とりあえず、インターフェースだけお見せすると、これが NCBI の、もので、これで先に示してしまうと、ここになんかタイトルとかが書いてあって、で、どんなシーケンサー使ったとか、この場合だとイルミナゲノムアナライザー2っていうのを使ってますよとか、あとどんなサンプルを使ったとか、そういうのがいろいろ書かれていて、これを読んでどういう実験をしたのかなっていうのが見られるようになっているわけですね。またここに戻ってきますけど、とりあえず先に進むと、EBI のこのインターフェースはこんな感じになっていて、こういういろんな紐づいているデータが表の形式で見られるようになっています。で同様に DDBA の方はこんな感じになっていて、同じようにそのデータの中身とかがこう書かれていて、でここに、ダウンロードするリンクがあるっていうような、格好になっています。で、ちょっと飛ばすんですけれども、NGS のデータを検索するためには、NGS のデータがどのように、保存されているのかっていうのを知らないといけません。それ今ここでデータ構造、概略版として、ちょっとこれ昔の図なんですけど、載っけてあります。NGS のデータそのものっていうのは、シーケンサーが出力したリード、塩基配列とか、あとこの後出てくるんですね、そのクオリティとかついたデータなんですけど、ファスト Q 形式のとかのデータが、測れる、出力されるわけですけれども、それに加えて、メタデータとして実験情報が、書かれたファイルがいくつかあります。で、そのメタデータの構造を示したのがこの図です。で、まずここに study っていうところがあって、ここにプロジェクトの詳細が書かれます。例えば、1000人分のゲノムを決めるぞプロジェクトが一つ立ち上がったとすると、その1000人ゲノム決めますプロジェクトのプロジェクト情報がここに書かれます。どんなプロジェクトでこういう目的でこういうことをしまして、でもし仮に論文が出たらば文献情報もここに紐づきます。で、そこにぶら下がる形でエクスペリメントっていうデータがあります。で、これは1000人分ゲノムを読むんだったら、少なくとも1000回実験するので、どんなシーケンサーを使いましたとか、どんなライブラリーを使ってサンプル調整をしましたとか、そういうところが書かれるところです。なので、1個のプロジェクトに対して、例えば1000人ゲノム読みますだったら1000回実験しているので、このエクスペリメントが1000個出ます。で、この1つの実験に対してどんな、生体サンプルを使ったかっていうのがここに書かれまして、この場合1000人ゲノム読みますだったら、それは人で、例えば年齢とか、性別とか、そういうものがもし、書かれるのであれば、このサンプルっていうところに書かれるようになっています。で、重要なのはこの3つで、あとはこの LAN っていうところと、解析もしてればアナリシスとか、あと、
登録全体に関するそのサブミッションというのが、書かれるのですけれども、まあ、このスタディ、エクスペリメント、サンプルっていう3つが、重要な情報になっています。というところでちょっと戻りますと、NCBI と EBI と DDBJ っていうのがありまして、まず、つい僕らは NCBI を検索しがちなんですけれども、NCBI は、NGS のデータの検索には向いていません。なんでかっていうと、まあ、例えば ID が分かってればいいんですけれども、まあ、例えば癌とか、スニップ解析とか、そういうキーワードで検索をすると、さっき言ったスタディの部分とエクスペリメントとサンプルのその情報が入り乱れて出てくるので、これはプロジェクトについて書かれてるんだなとか、これは各実験について書かれてるんだなとか、これはサンプルの情報だなっていうのを、こう、ユーザーの方で読み解かないと、見るべきデータっていうのは取捨選択できないので、まずこのコードを頭に入れないといけないっていうような、難点があります。ちょっとさっき言い忘れたんですけど、ここのところに DRP とか DRX とか DRS っていうふうに書かれています。ちょっと戻ると、いろいろ戻って申し訳ないんですけど、ここに例えば ERX005900 って書かれていますけれども、これは、3桁目が X なので、これエクスペリメントの情報が今ここに表示されているわけですね。で、この頭は E っていうのと S っていうのと D っていうのがあるんですけど、S は NCBI の SRA で、E はヨーロッパの、もので、D は日本の DDBJ に登録されたもので、まあ、基本的にはこの3つ目、P とか X とか S とか、まあ、あと R とか出てきますけど、その ID を見ると、これはエクスペリメントだなとか、これはスタディだなとか、そういうものがわかるようになっています。ちょっと戻ると、この NCBI はそういうエクスペリメントもスタディも、サンプルもごちゃごちゃっと混じって出るので、あまり私はお勧めしてません。で、次に EBI なんですけれども、これはある一つの、スタディですね、にぶら下がる、サンプルとかの、あ、ごめんなさい、エクスペリメントとかがここに一覧になっているっていうような、ものです。なので、これで1プロジェクトについてのデータが、まあ、一覧、表としてまとめられているっていうような、感じになっています。そうするとですね、この場合だったら1、2、3、4つぐらい、まあ、実験が見えるわけですけど、ここにも例えばイレミナのゲノムアナライザーを使ったなとか、これは人のサンプルだなとかいうのが一覧になっていて、あと今これはちょっと、もう PDF にしてしまっているので、動かせないですけれども、このタブのナビゲーションとかを変えることによって実験の情報が読めたりとか、ダウンロードするファイルを、まあ、ここの表から選んだりとか、いうところが簡便に選べるようになっています。この表自体は非常にヨーロッパのこの EBI のものはいいんですけれども、難点はですね、この表にたどり着くまでの検索が分かりづらいっていうところで、何かキーワード窓があるのでそこに入れるんだけど、うまいこと出てこないとか、あとその、シーケンスを、普通のなんていうんですかね、クローニングした遺伝子を調べたい場合も、NGS のデータを調べたい場合も、まあ、その他いろいろな検索が全部一つの検索窓になっていて、どこをポチッとして、どこにキーワードを入れて検索をかけると、この表が得られるのかっていうのが、ちょっと分かりにくくて、私がここで、まあ、この場合は今回、すみません、PDF なんですけど、お話しするだけでだいぶ時間を食ってしまうので、今日はその話はできなくて、で、
これサービス自体は ENA って言います。ヨーロピアンヌクレオタイドアーカイブの略で ENA っていうふうに言います。で、私たちの方で、統合テレビっていうさまざまなデータベースとか、ツールの使い方のムービーを公開しています。で、その中にこの ENA で、こういう NGS のデータを検索するっていう番組があるので、それを見ながらやると、まあ、私が説明するよりもちゃんとその画面も動いて、成功したパターンで、出てくるので、それをまあ参照してもらうのがいいかと思います。でもう一個 DDBJ の方で、これはあの検索結果の、あの画面が出てますけれども、まあ、ここにその実際のタイトルがあって、まあ、どんな中身かっていうのはここにも書かれているような格好になっています。で、ダウンロードしたいときはここにエクスペリメント、まあ、実験の情報があって、で、ここにファストキューっていうのがあるので、普通はこのファストキューをダウンロードして解析しますので、まあ、これをポチッとすれば、まあ、実際のダウンロードが始まるわけですけれども、ここに、まあなんかいくつかエクスペリメントがあって、これの中身っていうのがちょっと一見したところではわからないっていうところが、難点でございまして、ちょっと今その辺を改良しようかなっていうふうには、しているところです。なので、この3つをどう組み合わせて検索するかっていうところになってくるんですけど、まず、キーワードを入れて検索するところは、この DDBJ を使うのが非常に便利です。DDBJ のサイト、この DRSearch っていうところで Google 検索していただくと、DDBJ のこのサーチのところに行けるはずなので、まあ、そこにページが出まして、そこにキャンサーとか、まあ、キーワードを入れていただくと、生物種で絞り込むとか、あとはスタディだけにするっていう絞り込みが画面として出てくるので、まあスタディで、あとまあ目的の生物で絞り込んで、で、あとはもうリストから選ぶだけなので、まあ、そこからこう、こういうのを開くっていうことが、できます。で、ここの中身のこの ERX の情報、このエクスペリメントどういうのがあるのかっていうところは、これだとちょっと一見わかりづらいので、この場合だったら、この ERP00257 っていう番号を覚えていただいて、で、こっちのヨーロッパの方で、それをかけると、こういう表が出てくるので、で、この各エクスペリメントの詳細を見ていただいて、で、そうすると、この ERX、例えば005900についてちょっとダウンロードしたいなとなったらば、またちょっと DDBJ に戻ってもらって、で、ここの対応するところのファストキューファイルをポチッとすると、DDBJ は日本の三島にあるので、ファイルのダウンロードも DDBJ が一番早いですから、DDBJ の方でダウンロードするっていうふうに、してもらうと、だいぶ、楽に、データの、まあ、検索とかダウンロードが、できるようになっています。で、まあ今、くどくど述べたのですが、僕らの DBCLS の方も、そのあたりはちょっと憂慮していて、で、自分たちでも、まあ、検索エンジンを作って、今この DDBJ のこの検索サイトを置き換えようとしているのですけれども、今こういう DBCLS SRA として、もう置き換えようとしているサイトを作っていて、で、それだとまあこのキーワードで、投げられて、でそうすると、まあ、この場合でいうスタディだけ、検索できるようになって、で、まあ、今こういうちょっとおすすめなんですけど、アドバンストサーチで、例えばイルミナのシーケンサーだけとか、どんな生物種だけとか、そういう絞り込みもできるようになって、でダウンロードもまあ日本にあるので、まあ、実態は DDBJ に取りに行くだけなんですけど、簡便に取りに行けるように、例えば詳細だとこんな感じですね、プロジェクトの情報とかがこう一覧になっていて、ダウンロードしやすいような、サイトも今構築をしている最中になっています。で、大体この辺が概略なんですけど、
概略っていうのはここに概略版と書いてあるから、まあ概略なんですけど、事態はさらに今、複雑になっていまして、これがデータ構造詳細版なんですけど、今ここの SRA っていうところのお話をしました。で、今現状どうなってるかというと、例えば遺伝子発現解析のデータについて述べると、NGS をやった場合はこの NGS のデータベースで SRA っていうところに入るわけですね。でも遺伝子発現のデータっていうのは昔からマイクロアレイっていうのをやられていて、遺伝子発現という観点で言うと、まあアメリカだと NCBI のゲオ、ジンエクスプレッションオニバスっていうデータがあって、遺伝子発現の観点から言うとこっちのゲオにも、まあ、データがあっても、まあ、しかるべきで実際にデータが入っています。そうすると、NGS で取った遺伝子発現のデータっていうのは SRA とゲオと両方入ることになるので、結局このプロジェクトの情報っていうのはこの SRA とゲオと共通になるから、このじゃあ外出ししましょうということで、この今スタディの部分は外出しされてバイオプロジェクトっていうところの別のデータベースに収められています。で、同様に使ったこのサンプルの方ですね、まあ、例えば、人のどのサン、どこの臓器についてシーケンスかけましたみたいなこのサンプル情報もバイオサンプルとして外出しされて、この SRA とゲオと、まあ、ゲノム読んだ場合はこっちにジェンバークとか DDUJ があるわけですけど、そういうのも共通化されて、外出しされて、このバイオプロジェクトとバイオサンプルっていう別のデータベースが、できています。でもまあ NGS だけ検索する分には、まあ、見かけ、このバイオプロジェクトがこのスタディに対応していて、このバイオサンプルの部分がこのサンプルに対応しているので、まあ、見かけ上このさっきのこっちの概略の図を検索するのと一緒なんですけれども、今この DRP とか SRP の部分がちょっとよく見ると、ここに PRJEB2202 って書いてますけど、この ID はバイオプロジェクトの ID。ここですね。バイオプロジェクトの ID になってます。で、この SAMEA733 うんぬんって書いてありますけど、これはサンプルの、バイオサンプルの ID になってます。こっちには、このバイオサンプルのエイリアスとして、ERS というさっきの、概略版の方の ID タイトルも書いてますけど、なんでここ ID が違うんだろうっていうのは、今の、ところから、来ています。まあ、そのあたりも含めてですね、私たちの方では、今ここに SRA だけでなくて、バイオサンプル、バイオプロジェクト、バイオサンプルもありますけど、バイオプロジェクトとかバイオサンプルも、検索、できるような検索エンジンを作ろうとしているところです。はい、で実際の検索するときなんですけれども、先ほどもというか、まあ、最初の方で言ったんですけど、NGS っていうのは、まあ、機械の名前なので、いろんな目的で使われるんですね。なので、キーワードだけで絞り込んでも、ちょっとノイズが混じることが、まあ、多々。まあ、例えば、スニップ解析をしたいのに、こうメタゲノムとかのデータが混じってても困るなということがあるわけですよ。なので、実際にはゲノム解析とか、まあ、発現解析とか、エピゲノムとかメタゲノムとかあるので、こういう目的別に、絞り込むっていうことが必要な場合もあります。必要な場合もありますっていうのは、一つのカテゴリーに収まらないときがあって、そういうときは逆に目的で絞らない方がいい場合もあります。まあ、例えばチップセックとかの場合は発現解析に入ってたりとか、エピゲの方かなとかにも入ってる場合もあるので、そういう場合は目的で絞らない方がいい場合もあります。で、あとは、対象生物種ですね。人とかマウスとかを調べたいのに微生物で出られても困るよっていう場合は、
こういう人とかの、生物種とかで、絞り込むということも、まあ、必要になっていきます。あとはそのさっきの構造ですね。構造で絞り込んで、まあ、こういうのをいろいろ駆使して、データベースの検索をしていきます。まあ、ちょっとこの辺は難しいんですけど、ノリで言うとですね、まあ、なんかワインが飲みたいですっていう時に、どれにするって店の人に聞かれたって、なんかこう、どうしようかなって思うわけですけど、まあ、例えば、赤ワインがいいなとか、国産がいいとか、フランスのがいいとか、カリフォルニアがいいとか、あとはそのブドウの品種とか、こう、作られた年とかですね。で、まあ、実際は絞り込んだりするわけですよ。こういうなんか、メタデータによる、こういう、なんていうんですかね、ワインそのもの、につけられた付属する情報でもって、まあ絞り込みをするので、まあ、こういうのをいろいろ駆使して、検索とかしてもらえると、目的のものに早くたどり着けるのかなというふうに、思っています。で、この今 NGS の、 登録とかの現状なんですけど、これちょっと古いやつかな。これ2019年の、もう1年ぐらい経っちゃいましたけど、これがまあトータルのラインですね。で、今ここにホールゲノムとかトランスクリプトムとかメタゲノムとかあります。これ大体、多い順に並んでます。大体多い順に並んでますっていうのは、この紫の、このアザーっていうのが伸びてきて、2018年ぐらいに抜かして、今アザーが多いんですけど、本当はこのアザーの中にサブカテゴリーがあって、その辺も見ないといけないのですが、だいたい今、ホールゲノム、トランスクリプトム、メタゲノムっていうような、点数で言うとこういう感じの登録になっています。で、シーケンサーの機械で言うと、これが紫のやつが、なんだったかな、あ、こっちか。前はですね、このイルミナのハイセック2500とか、この2000っていうのが多かったんですけど、実際にはどれかな、イルミナのハイセックの、これか。この2000っていうのが多かったんですけど、最近このマイセックがドーンと増えてきて、今マイセックが、のデータが一番多くなっています。で、まあ、イルミナの方でも新しいシーケンサーですか、そのノバセックとか、ハイセック10っていうのかな。まあ、出てきてるんですけど、シーケンサーが出てから実際に実験がされて、で、登録がされるまでちょっとタイムラグがあるので、まだこのあたりは立ち上がったばっかりになっています。で、いろんな観点からですね、この NGS のデータを検索したいっていうご要望があって、で、今作り直しの最中なのですけれども、この論文から NGS のデータを検索するっていうのを一応研究段階ではやってもいます。どういうことかっていうと、この右側ですね、この右側が NGS のデータで、このデータを使った論文っていうのがこういうふうにまあ、出ているわけですね。この SRA205374 っていうデータで、ヒューマンマチュアエリスロサイトっていうのかな、の、まあ、データを使ってこの BMC ゲノミクスにこういう論文が、出てますよと。逆にその論文に注目して、その論文をの情報から、実際のデータを取得するっていうのこともできるように、しようと、しています。で、あと、ちょっと飛ばしますけども、これを応用して、疾患からの検索っていうのも、これまたちょっと研究段階でまだ、正式なところに載っけられてないんですけれども、こういう文献情報に、メッシュっていうキーワードがあるので、そのキーワードの中で病気のだけを抜いてきて、それでまとめ上げたっていうのはこういうもので、これちょっと昔作ったやつのキャプチャーなんですけど、まあ、例えば乳がん、ブラスト、あ、ごめんなさい、ブレストネオプラズムとか、あ、これは白血病だから、これはまあ、例えば白血、急性骨髄性白血病の NGS データがどんなかっていうのが、
載ってますけど、こういう文献に、急性骨髄白血病のまあデータとして、キーワードがくっついていて、で実際のデータはこれですよっていうようなことが、表として作るということも今研究段階ですけどやっていて、まあ、これもあのちょっとご要望がありそうなので、きちんと仕上げて、皆さんにお見せできる形にはしたいなというふうに思っています。で、あと、これはどっちかというと医学系ですけど、今度逆に農学系とかだと、自分の注目している生物がですね、それ自体は登録がない、結構マイナーな生物なのにないっていう場合もあったり、します。で、あと、今ここでお見せしてるのは稲の例なんですけど、今度逆に、ちょっと今変なこと言いますけど、データベースを稲って検索すると、稲だけしか返ってこないんですよ。まあ当たり前なんですけど、でも、オリザサティバって検索しても、実はインディカとジャポニカと、あるので、そのインディカとジャポニカでも登録があるっていうのを知らないと、うっかりその辺を取りこぼす可能性があるわけですね。なので、そういう、いわゆるタキソノミーの構造も見て、下も見るっていうんですか、稲だけじゃなくて、インディカとかジャポニカとか掛け合わせも見るっていうような、検索も、これは近日、正式公開予定で、検索できるような、仕組みも今作っているところです。で今度逆に、さっき言ったようにマイナーな生物だと、まあ、この場合は稲だといいんですけど、まあ、例えばアフリカ稲みたいな、オリザ属の別の種についてのものも検索したいよっていうときは、まあ、例えばオリザ属に、タキソノミーのコード1個上がるみたいなことも、やろうとしていて、まあ、このあたりは、実際に近日公開予定になっています。ちょっと戻りまして、皆さんにちょっと言いたいことがあって、NGS のデータを使って論文を出したらですね、こういうふうに、この場合は人の、他人が登録したデータを再解析したとかいう場合も、についてですけど、このデータを使いましたよっていうふうに、書いてもらえると、ちゃんとその、他の研究者のデータでもこうやって書いてもらえると、そのデータに対して、リスペクトがなされるので、まあなんか登録した人も、あ、なんか自分のデータ使われたなって言って、まあある意味、こう、喜びになるわけですね。なので、そのあたりはぜひ心がけてもらえたらなというふうに思っています。それで、ちょっとこの辺は飛ばしまして、先に、登録の話を、ちょっと先にしておきますけれども、最初の方で言ったように NCBI でも EBI でも DDBJ でも登録っていうのを受け付けています。で、DDBJ の場合は日本にセンターがあるので、日本語でマニュアルがあるので、DDBJ に登録するのが楽です。で、実際にやることは、さっきお見せしたこの表、この表というか、こういう、実験情報を埋める、メタデータのこの構造ですね。この辺を、頭になんとなく置いた上で、実験情報を埋めていきます。実際に、まあ、埋めるときはこんな感じで、これはサンプルの情報ですけど、ある名前を書いて、どんな生物種ですかとか、それのタキソノミー ID は何ですかとか、あとは、この場合は、NBRP って言ってバイオリソースプロジェクト、九州大学で、経営されている解雇を使っているので、まあ、九大からもらいましたよとか、そういうことを、まあ、実際に書いていきます。あとは、このサイトの方で、
RNSSEC のデータですよとか、どんなシーケンサーを使いましたよとか、そういうのを書くような、スロットになっています。で、ここにありますけど、サブミッションとか、バイオプロジェクトとか、バイオサンプルとか、この表に従って、まあ、埋めるべきものを埋めてもらって、登録をするという感じになります。特にその大量に登録する場合は、なんか DDBJ だと、なかなか仕組みが難しくて NCBI が便利だよっていう人もいます。それはまあある意味真実なんですけど、なんか困った時はですね、DDBJ の方に問い合わせをしてもらえると、そちらの方で、じゃあこうしてくださいっていうふうに指示が来るので、まあそのあたりも日本語でお願いできるので、まあなんか困った時にはその DDBJ に、登録、聞いてみるっていうようなところがいいかと思います。実際にその、こうやって検索をするところを今述べたわけですけれども、それをどう使うのかっていうのがちょっと今戻りまして、この辺のデータ解析のところに、行きます。で、今日はその、いわゆる呪文のところまで行きつけないのですけど、流れとしてはこんな感じになっていて、もういきなりこっちをしちゃおうかな。今話をしたのはこのデータベースの検索のところをお話をしました。で、まあ実際にデータをダウンロードして、なんかいろいろ解析をしたり、することもありますし、もしくは、まあ、例えば自分は胃がんのデータを持ってるんだけど、別の大腸がんのデータはちょっと、自分では実験する必要がないなという時に公共のデータベースからダウンロードしてきて、解析をして比較をするっていうことも、まあ、できるわけですね。で、フローとしてはまあこんな感じになっていて、で、ここにまあ目的がいくつかありますけど、まあ、このあたりの、最初に使えるデータかどうかっていうところとか、仕切りをするところが、まあ、このクオリティチェックで、で、この今茶色く書かれている、これは実際のツールの名前ですけど、ファスト QC っていうところで足切りをしたりとかして、で、最初の方で言いましたけど、NGS のデータの解析は、ジグソーパズルなので、下絵なしで、デノボアセンブルをするか、実際の見本の下絵があって、それを見ながら、あ、このピースはこの辺だなっていうふうに、置いていくマッピングをするかっていう、まあ、大体2パターンがあるんですけど、まあ、そういうことをやって、ゲノムの場合はこういうバラバラなやつを1本に仕上げていくと。で、発現量解析だったら、ゲノムに対してマッピングするので、この辺の高さがどのくらいかっていうのが、見ます。で、スニップ解析の場合は、やっぱりスニ、えっと、マッピングをして、で、貼り付けた後で、あるポジションで、スニップのあたりがどうなってんのかっていうようなものを、まあ、解析をしたりするわけですね。で、この今、くどくど述べたこのダウンロードをするとどうなるかっていうと、こういうファスト Q フォーマットっていうデータがダウンロードされてきます。で、これは4行1組になっています。で、1行目がこれタイトルですね。なんかちょっとこれ謎の呪文になってますけど、別に、ここはまあ DRR001107 っていうのはこれ ID ですけど、ここはまあ、自分でなんかタイトルをつけることもできます。で、2行目、これ見ていただくと、A とか T とか C とか G しか出てこないので、まあ、たまにこうやって N がありますけど、これは実際に読み取られた塩基配列になっています。で、3行目はまあ忘れてください。使いません。4行目なんですけど、4行目は、まあこれもなんか謎の記号が書かれています。で、これはですね、この長さが2番目の塩基配列と同じ長さになっています。まあ、例えば、今、レングス77って書いてあるから、この2行目は ATGC が77個並んでいます。そうすると、この4行目も77個並んでいます。で、この場合だったら G とか C とかありますけど、それがこの4行目と対応していて、4行目はクオリティを表しています。まあ、例えばこの G っていう塩基は、記号で言うと C。まあ、これがちょっと暗号化されてると思ってください。C とか、アットマークとか B とかいう
ところで、クオリティが、まあ、書かれています。で、ここは基本的には機械的に処理するので、まあ別に、読み取れなくてもいいんですけど、このアルファベットや数字の場合は割といいクオリティだと思ってください。で、このなんか記号が出てくるとちょっと怪しいなと思ってください。で、その辺をきちんと可視化したいときはですね、ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけど、ファスト Q に絵文字、絵文字はアルファベットで書いてあるんですけど、絵文字、EMOJI って書くと、この辺のクオリティを、ニコニコしたやつとか、なんか悪魔のマークとかに直す、人で見るときに、割と分かりやすくするようなツールもあるので、それで見ると、便利かと思います。で、実際に、なんか処理するときはこういうファスト QC とかですね、トリムガルワとか、PySat2 とか、なんかこういうものを使って、解析をするわけですけど、そのあたりはちょっと今日は、お話しできなくて、参考文献に譲りたいと思います。NGS はいろいろ目的がありますって言いました。で、SRA と GEO と両方にデータが入っている場合もあるっていうふうに言いました。なので、そのあたりを、一度に、検索できる専用の検索エンジンっていうのが作られていて、それがこの AOIっていうものです。これは、まあ、マイクロアレイなども含めて、NGS とかのデータも、遺伝子発現っていう観点で、全体を検索できるような検索エンジンになっています。で、同様にチップセックの場合は、チップアトラスっていうものが作られていて、これを使うと、どの転写因子がどのあたりにあってとか、チップセックのデータをすでに可視化した状態に、した、データとして収められているので、自分で IGV っていう、こんな感じですね。IGV っていうソフトで、結果を見るっていうこともできます。で、あと、メタゲームの場合は、microbedb.jp っていうサイトがあって、メタゲノムのデータを、これもまたいろいろ独自にアレンジして可視化したような検索エンジンができていますので、このようなデータを使いたいときは、こういう専用のものが便利な場合もあります。はい。で、最後に参考リソースとしていろいろ載っけておきました。で、昔から喋っているので、ちょっと例えばこれだと2014年の本ですけど、新しい実験もやる人向けの新しい本が出ていたりします。ただ、みんながよく使うモデル生物だったらこっちがいいとか、あとはキーモデルだったらこっちがいいとか、まあいろいろあるので、ちょっと中身に見ないといけないです。で、解析の場合は、こういうドライ解析教本っていうのがありまして、これもまた5年前で、去年新しいのが出ました。で、これのすごいところは、普通なんか著者が書くとできるのは当たり前なんですけど、著者の身近にいるできなさそうな人にお前もやってみろって言って、その人ができるまでやらせるっていう再現レポートがついているところなので、私はできませんでしたって言わせないっていうような本になっています。で、あとは、専門的なデータの解析だと RNA-seq とか、バリアントデータの解析の本もあります。でもうちょっと、ベースとなるコマンドの使い方とか、いわゆる呪文ですね、のところは、こういう生命科学データ解析みたいな本も、ありますし、あとこれまたちょっと古いんですけど、平成28年度とかの、まあ、例えば NGS ハンズオン講習会っていうのを、今日の NBDC もそうですけど、90人ぐらい集めて、1週間缶詰にして、実際に解析するっていうようなところも、やはり録画してあって資料とかも見られますので、こういうところも参考にして、解析などしていただければと思います。ということで、最後駆け足になりましたが、NGS のお話をいたしました。どうもありがとうございました。